こんにちは、あるいはこんばんは、ユアンド院長です。はい、本日もいただいたマシュマロに答えていきたいと思います。質問読んでいきます。収録投稿も頭が下がりますが、おぎくぼがりのライブ配信もいつもありがとうございます。ライブ配信時に晩はお疲れ様ですと声をかけられると、いつも疲れてますと答えていますが、確かに先生たちは息を切らしたり汗をかきながら一生懸命に施術してくださってます。そういえば以前に通った整体などではそんな施術者を見たことがありません。どんなところに差があるのでしょう。また先生たちは何人やったら〇〇分休憩などのルールはあったりしますか。アラフィフ女性からの質問ですね。はい、いやーね、まあ1日で燃え尽きますね。はい、もう仕事が終わるとこう緊張の糸がプツッと途切れる。はい、まあいろんな整体院がもちろんあるんで、そのまあ僕自身もそんな汗をダラダラかかない時もありますよ、もちろん。はい、あるんですけど、まあ、美容整体になってくると、何かをこうちょっと押したりとか、ちょっとストレッチをかけたりして、こう不具合を直すとか、直すというか、まあ調整する、緩和させるっていう施術内容ではないので、その言ってる施術のなんていうジャンル、整体のジャンルによってちょっと変わってくると思うんですよね。でやっぱりね、こう素早く動かさないと効きが悪かったりするものもあるわけよ。細かくはね言えないですけど、来てる人は分かるかと思うんですけど、あのスピード重視でやらない、やればやるほど効きが良かったりするものもあるわけ。そうすると、まあ、一生懸命動かないとあのどうしてもダメじゃないですか。で湯安堂の特に荻窪店、暑いんですよ。めちゃくちゃ暑いんですよ、あそこ。なんかね、こう建物のこう側面に何も他の建物がないから、ずっとね、夏はね温められ続けちゃうわけ。あれがねきつい、あれがきつい本当に。まあ、そのね暑さのせいで、ちょ近頃移転を検討してます、荻窪店の。まあいい条件な物件がある。まだちょっと本格的には動いてないですけど、ちょっとね暑すぎる。そうだから外からさ、こう来るともちろん冷房ってかけてるし、湿度も抜かれるから、あのちょっと涼しいなと思うと思うんだけど、中で動くとねもう地獄ですよ。もう本当にやばいっす。 FO とかはやっぱ派手な動きが出てくるから、これちょっときついんですよね。だからやっぱね疲れ果てますよね。でこう骨盤とかを締めたりするのも体力っていうか、もうパワー、体重ももちろん使うんだけど、パワーも使ったりしなきゃいけない施術もあるわけですよ。そうするとね、例えば骨格に向かって力ってこう入れても、こう骨って簡単にもちろん折れたりもしないし、こうしなったりとかしてくれるんだけど、筋肉にそんな全力でこうギャーって押し込む施術って痛いだけじゃん。痛いし揉み返すし、もうプラスの効果出ないじゃないですか。だからその一般的な整体院で揉みほぐしたりとか、まああったかければそれでも汗出るけど、台とかなんかこう痛みの緩和をさせるだけだったら、そこまでこうやらなくても仕事は完了するんですよね。はい、でこう揉みほぐし系の施術って、まあ、基本的には暗黙のこうルールで1分100円っていうのがあるんですよ。だから60分で6000円なわけで、うちらはこう強制メインなんで、結果が出ればもう結果に対していくらになるわけよ。だからその分だけやっぱ凝縮した結果を素早く出さなきゃいけない。で早く施術が終わってもう結果が実感できて満足してもらうかどうか、これ大事なので、こうスピードも非常に重視されるわけですよ。なのでね、疲れますよ。はい、僕なんか多いんですけど、1日に1食しかご飯食べなかったりとかするわけよ。で1日1食でしょ、だから朝食べないから、朝つかも出てくる前何も食べてないから、まあ、当然お腹すくじゃないですか。でも仕事が忙しいと空腹って全く感じなくなるんですよね。全然感じないですよ。で集中しちゃってるんでしょうね。でバーッと集中して、その1日の仕事が終わると緊張の糸がプツッと途切れるわけ。それでもあーってなるわけ。せっかくだから車で帰るときこう配信をしながらこう帰ってるんだけど、まあそういう感じですよね。その集中力で、まあ、使い果たす、はい、感じですよね。
もうそれでボロボロになってますね。頸椎のアジャストとかも、本当もうコンマ何秒の世界で微妙な動きを入れなきゃいけないじゃないですか。まあ、自動で自分は動いてるけど、結局こうそういうアジャスト系のボキボキ系のこう施術っていうのは常にこう怪我と隣り合わせなんで、危険がないように相手がこうグッと力が入ったら即対応できるようにみたいな、はい、動きがどうしても動きっていうかこう張り詰めてないとそれはできないんで、はい、それはいろんな意味で仕事が終わったらもう疲れ果ててるっていう感じです。俺はねこう昔から暑がりで汗かきで、はい、もう子供の頃からです、もう新陳代謝がめちゃくちゃいいみたいな、はい、そんなお子さんだったんですよ。で高校を卒業してね、父親のやってた会社の手伝いでさ、最初は現場でこうビールを立てたわけよ。でも汗だくですよ、真夏とか火傷しますから、鉄筋棒担いでると。だからそのでも汗をかく仕事がしたくないみたいな、もうね、でフリーターとか経てで整体師になる前はもうサラリーマンだっけ。サラリーマンも外回り代行する仕事で、まあ乗ってる間はそうでもないですけど、場合によってはさ、めちゃくちゃな量の荷物を動かしたりしなきゃいけない時があったり、で結果やっぱり汗だくになって、もう嫌だ嫌だと、汗をかきたくないみたいな、もう外で働きたくないみたいな、そんな車からもちろん外出るじゃん、そうじゃない、もう室内で仕事がしたいみたいな、はい、で整体師になって結果自分で汗をかくような内容を開発していってしまったと、はい、疲れる内容を開発してしまったということです。いやね、未来はねきっと僕も引退とかして数字だけ見るみたいな、はい、ここがこうじゃないみたいな、はい、そういう希望はあるんですけど、まだそれが叶う確率は非常に少ないですよね、はい、ということでね、まあこれからもねいろいろ技開発するかと思うんですけど、はい、まあきっとスタッフ含め疲れる内容なんだろうなと思っております。なんかツンツンしてね、ああ治っちゃったみたいな、はい、そういう仕事がしたいです。だからなんかこうそういう何か痛みの緩和でお金を取ってないから、はい、そうおまけでしかやってないからね。だからおまけの部分はさすがに汗かかないですけど、まあ、その汗かくようなぜいぜい言うような内容だったら料金が発生してるということです。はい、ということです。ご理解していただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。